こんにちは、 K-POP 情報局です。 BTS のジンはチームの長男としていつも堂々とした態度で優しく弟たちをよく面倒を見てあげていますね。しかしいつも元気なジンにも劣等感で悩み続けた時期があったといいます。今回はそんなジンのエピソードを3つご紹介します。ジンが劣等感を克服したたった一つの方法、自撮り写真で発覚、ジンが突如手術した理由、ジンが大声で叫びながら逃げ回るほど嫌いなものとは。彼の言葉で救われる人が一人でもいれば嬉しいです。ジンが劣等感を克服したたった一つの方法。 BTS は大手事務所のバックアップや巨大な資本力に頼ることなく、自分たちの実力で世界一の座に立ったグループです。そんな彼らの感動的な成功ストーリーには多くの人たちが希望を抱いたことでしょう。この成功の裏側について BTS のメンバーが直接語ったことがあります。韓国の青年の日に大統領からの招待で大統領官邸でスピーチを行い、若者たちへ自分たちの経験や挫折などを語ったのです。中でもたくさんの人から反響があったのがジンの演説でした。彼のスピーチは一体どんな内容だったのか詳しくお伝えします。 BTS は青少年の皆さん、これが正しい道だ、こういう人生が素晴らしい、これが正解だ、そのような話はしないつもりですという内容でスピーチを行いました。メンバーが一人ずつマイクを持って話し、ジンの番になります。ジンは途方に暮れていたデビュー前、そして BTS として活動している現在までも自分を苦しめる悩みについて話しました。その言葉に多くの青少年たちが共感することになります。ジンがスピーチで語った内容は以下の通りです。当時20歳だった私はまた別の現実と戦わなければなりませんでした。デビューする前は努力さえすれば何でもできると思っていました。しかしデビューして分かったのは、努力より才能が必要だということでした。どれだけ努力しても仲間に追いつけないと感じ、私は自信やプライドを大きく失っていました。でもある瞬間ふと気づいたことがあります。本当の自分の姿とは何なのか、今の自分にもっと自信を持ってもいいんじゃないか、自分を信じてみよう。日本もそうですが、韓国でも努力と才能について悩む若者は多いと言います。いくら努力しても才能を持って生まれた人にはかなわないという自己卑下的な意味の心臓語も生まれました。ジンもデビューしてから優れた才能を持つ同年代のアイドルたちを見ながら長い時間挫折を味わったとしています。彼はもともとの役者が夢だったことも強く意識してしまった理由だったのかもしれません。最初からアイドルを目指してきたメンバーに比べ実力の差があるのは当然でしょう。もちろん彼も血の滲むような努力をしたはずです。それでも才能のある人たちと同じようにできない自分のもどかしさが辛かったと明かしました。彼のこの演説は多くの韓国の若者たちから共感を得ます。いくら努力しても自分より優秀な人間がいる現実に劣等感を覚えた経験をしたことがあるかもしれません。しかしこの日 BTS が伝えたメッセージは夢と希望を感じさせるものでした。夢が叶う前も夢を叶えた後も悩みは尽きない。しかし若者が夢に向かって挑戦するだけでも十分に価値がある。努力だけで全て叶うほど世の中は甘くはないが、これからも一緒にチャレンジしながら一度だけの青春を楽しんでみよう。このようなバンタンのメッセージは多くの人の心を奮い立たせたことでしょう。ジンは自分の価値を才能という言葉でごまかさず、自分を大切にし愛することの重要性を伝えてくれました。自分が何者かを知ることが他人との比較から抜け出す唯一の方法だからです。ジンが自分自身を愛する方法を見つけ劣等感を克服したように、多くの人たちが自分を大切にするきっかけになればと思います。自撮り写真で発覚、ジンが突如手術した理由。 BTS はファンと直接会えない時期も Twitter で日常を共有し、ファンを楽しませてくれます。ある日、ワールドワイドハンサムジンは BTS 公式ツイッターに白い T シャツ姿でカメラ目線の自撮りをアップしたことがありました。
久しぶりに近況写真が見られたことで多くのファンたちは歓喜し、この日ジンとアーミーたちはコミュニケーションアプリウィバースを通じて交流をします。その途中、ジンが突如手術したことを報告し、多くのファンを驚かせました。一体即ジンに何があったのでしょうか。詳しくお伝えします。 K-POP アイドルは画面に映る自分の姿を一番かっこよく見せるため、些細な部分まで気を使います。普段は視力が悪くメガネをかけるアイドルも、ステージに立つときは必ずコンタクトレンズを着用しています。また目の色を鮮やかに見せるカラーコンタクトをつけるメンバーもいますね。しかしコンタクトを長時間装着することで目の負担になってしまうことも事実です。 BTS のメンバーも演出のためにカラコンを着用することがよくあり、彼らの目の健康を心配するアーミーの声も多くあります。ジンが今回アップした自撮りが話題になった理由も目が関係していました。写真のジンは両目の瞳がキラキラしていたのですが、それにアーミーたちは、ジンの瞳は本当に最高だ、目に星がついているようです、などのコメントを送ります。すると、ファンたちのメッセージに、ジンが目の手術をしたという返答をしたのです。突然の手術の報告に、ファンはとても驚いたといいます。新しいアルバムを準備する過程で、何か深刻な病気や怪我をしたのではと心配したことでしょう。幸い、ジンが受けた手術は、視力を良くする視力矯正手術だと明かしました。ジンは多くの方から瞳が輝いていると言われるが、実はレンズ挿入手術をしたため、常に目の中にレンズが入っている、だから目がキラキラしているように見えると伝えました。このレンズ挿入手術を行った人の目を近くから見ると、実際に目の中にあるレンズが見えるそうです。ジンの自撮りがかなり接近して撮られたため、たくさんのアーミーがジンの瞳が輝いているように感じたのでしょう。アーミーたちはジンの報告に、深刻な手術でなく本当に良かったと安心したことをコメントしました。また同じ手術経験のあるファンからは、日差しやフラッシュライトを見ないように気をつけてと心配する言葉が送られます。このジンの目の手術のニュースが伝えられたことで、以前テテが取った行動が再び注目されています。過去に空港で B がジンの顔を手で隠し、目を保護してあげる姿が捉えられたことがあったのです。視力矯正手術を受けた後は、回復期間は光に目をさらすことに注意する必要があります。当時ジンは十分な回復期間を得られないまま、無理なスケジュールをこなしているのではないかという声が多くありました。 BTS のメンバーたちはどこに行っても強烈な照明とフラッシュを浴びます。目の状態が心配な長男のために、この日 B がジンの目を隠してあげたのではないでしょうか。今回ジンの手術の報告が深刻な健康問題ではなく本当に良かったです。アーミーだけでなく、全ての K-POP ファンたちはアイドルたちが完璧な姿を見せるためにいつも気を使っていることを知っています。しかしファンたちが本当に望んでいるのは、見た目の完璧さではなく、アーティストたちの健康だということを忘れないでほしいです。ジンが大声で叫びながら逃げ回るほど嫌いなものとは。 BTS の7人のメンバーたちは長い期間一緒に過ごしてきました。デビュー前の練習生時代から現在まで何度か引っ越しはしていますが、彼らはいつも一緒です。7人の血の気が盛んな若者が一つの家で生活するのは大変だったでしょう。そんなバンタンの中に部屋に虫が出ると一番びっくりして真っ先に逃げるメンバーがいます。そうです、ジンです。ジンは一体どれほど虫嫌いなのでしょうか。彼の意外な一面をご紹介します。ジンは部屋に虫が出るといつも他のメンバーに捕まえてほしいとお願いしているそうです。多くの人は年下のジョングクやジミンを虫嫌いなメンバーと想像したかもしれませんね。実は以前ジミンがツイッターにアップしたツイートで、多くのアーミーがジンの虫嫌いに気づいたといいます。ジミンは、宿舎でクモやゴキブリが出たら誰が捕まえるんですか?というファンからの質問に、兄さんたちは大げさにビビるので僕と末っ子が大体捕まえます。アメリカに行った時ゴキブリが出たんですが、ジンさんが大暴れでしたと暴露しました。するとジンはすぐツイッターで、ゴキブリで殴られたいのかパクジミンとツイートし、
アーミーたちを爆笑させます。実際にデビュー前に行われた10問10答インタビューで、ジンは虫と幽霊が一番怖いと答えたことがありました。単純に虫を見るのはあまり怖くないが、虫が自分の体に登ってくると本当に怖いと明かしています。しかしこのインタビューで即人は少し嘘をついたようです。芸能人たちが野生の中で生活する姿を撮影したジャングルの法則というテレビ番組に出演したジンは本当の姿を見せることになります。ジャングルでの仕事を終えて休息をとっている途中、宇宙少女の孫祖がバナナと一緒に大きなキリギリスをジンの顔の前で見せたのです。するとジンは大声で叫びながら逃げ回りました。視聴者はだいたいこういう場合、番組の台本上ジンがオーバーリアクションしていると疑いますが、彼の表情と行動を見てこれは 100% 本物だと信じたと言います。特に孫祖が先輩と言いながらジンを追いかけると、ジンは俺は君の先輩じゃないときっぱり言うシーンにファンたちはお腹を抱えて笑いました。ステージでは完璧な姿を見せてくれるジンが、私生活では虫を本気で怖がるギャップに、ファンはむしろ人間味が溢れて可愛いと、さらに彼を好きになったようです。BTS のメンバーたちも、ジンのこういう姿に口を揃えて、即人兄さんは考えがとても深いけど、ある時はただただ可愛い弟みたいだと話したことがありました。お兄さんたちが虫が怖くて逃げると、弟たちが勇敢に捕まえる光景がすごく面白いとファンたちの反応も多くありましたね。虫相手にも完璧な呼吸を見せてくれるバンタンメンバーたち、本当に多方面で自分に足りない部分を補っている感じがしますね。皆さんは部屋に虫が出たらどう対処しますか？ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価お願いいたします。